ばんは、日本共産党書記局長の山下芳樹です。今日は安倍政権が憲法違反の安保法制戦争を強行してちょうど5ヶ月の日になります。お待たせいたしました。ようやく嬉しい報告をすることができます。先ほど枝野民主党幹事長からお話があったように、今日民主党、共産党、維新の党、社民党、生活の党、5野党を揃って戦争法廃止法案を共同提出いたしました。与党に言いたい、速やかにこの法案の審議に入りなさい。もう一つ嬉しい報告があります。五野党の党首会談が行われて、そこで安保法制の廃止と集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を五野党共通の目標とすることが確認され、国政選挙で選挙協力をすることが確認されました。野党は共闘、この皆さんの声に応えることができました。どんな選挙協力をやるのかは、これから5野党の幹事長、書記局長で早急に具体化の協議に入ることになります。頑張ります。もうこれ以上お待たせするわけにはいきませんから、私たちは誠実に速やかに結論が出るように頑張りたいと思っております。早速自民党は私たちのこの野党の動きに対し、究極の野望だ、こんな攻撃をしております。冗談じゃありません。戦争法の廃止、立憲主義の回復、国民にとってこれほど大きな大義はないじゃありませんか。憲法を踏み破り、国民多数の声を踏みにじって暴走する、安倍政権を打倒する、野党にとってこれほど大きな大義はないではありませんか。私たち日本共産党はこの大義を実現するために、参議院の一人区では思い切った対応をすることを考えております。頑張りたいと思います。ここまで来るのに一番力になったのは国民の皆さんの世論と運動です。皆さんと一緒に野党ごと引き続きスクラムをがっちり固めながら、選挙に勝って安倍政権を倒して、安保法制戦争をきれいさっぱりホームに去ろうではありませんか。頑張りましょう。山下さん、ありがとうございます。山下さんに激励と連帯の拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。